いずれにしても今回パクストンはマリナーズと1年契約を結んだということは、彼は自分の実力を証明するための1年に今シーズンはしたいんじゃないかと思っています。実際パクストンの実力を考えますと、健康を維持することさえできれば十分ローテーションの上位で活躍できるような選手だと思いますし、また現状のマリナーズの環境であればそれを叶えることもまた十分可能なのかなと思っています。マリナーズとしては今回のパクストンの契約は昨年の台湾ウォーカーとの契約に近いものがあると思うんですけれども、チームがプレーオフ争いから脱落しているようであれば、夏場にパクストンをこれまたウォーカーと同じようにトレードするという展開もあり得るかと思いますし、逆にチームがプレーオフを狙えそうということであれば、パクストンを残してプレーオフの枠を取りに行くという動きもできるような契約だと思いますので、マリナーズとしては決して悪くない契約なのかなと思っています。というか今はあのパクストンが再びマリナーズのユニフォームを着て投げてくれるという事実にとてもワクワクしていますし、かつてマリナーズで見せてくれたようなピッチングをしてくれることを祈っています。なんでこうなっちゃうのかな。今シーズンマリナーズに3年ぶりに復帰したビッグメイプルことジェームズ・パクストン、昨年は本人にとっても悔しい1年となりましたが、古巣で再び自分の実力を証明すべくスプリングトレーニングから非常に状態も良さそうでしたし、今季の復活というところを楽しみにしていましたが、今季初先発となった4月6日のホワイトソックス戦の2回アンドリュー・ボーンに対して3球目、この試合の24球目を投じた直後に明らかに様子がおかしくなりまして、サービス監督やトレーナーも駆け寄りまして緊急降板することとなってしまいました。その後チームからはパクストンの降板理由が左肘の違和感と発表されまして、この時点でかなり嫌な予感はしたんですけれども、より詳細な検査の結果、医師からはトミー・ジョン手術を勧められたとのことです。パクストンが手術を受けるかどうかについてはまだ正式な決定は出ていませんが、それだけ肘の状態が芳しくないとなると手術を避けることはおそらく難しいでしょうし、仮に手術を受けずに保存療法という手段が取れたとしても、回復にはトミージョン手術ほどではないにせよ相当な時間を要するでしょうから、いずれにしても長期離脱は免れない状況です。冒頭パクストンの復帰が決まった時の動画を一部切り抜きましたが、再びマリナーズのユニフォームで彼のピッチングを見られること本当にワクワクしていましたし楽しみだったんですけれども、それが今季初登板たった24球でこのような事態になってしまったのが残念でなりませんね。今季はパクストンにとっても大事な1年となるはずでした。マリナーズと1年総額850万ドル、これに加えて登板数に応じた出来高払いの契約を結んでいるパクストンは、前回チームに在籍した2017年、それから2018年はチームのエースとして活躍しました。ただ2018年のオフにマリナーズが再建に舵を切ったことからヤンキースへトレードされまして、移籍1年目の2019年は29先発で15勝、防御率 3.82 と先発として一定程度役割を果たしましたが、昨年は椎間板の手術を受けて出遅れますと、開幕後は今度は腕の怪我を負ってしまいまして球速が大幅に低下。ご覧の通り2019年までは毎年アベレージで速球の球速が90マイル中盤ぐらいは出せていたパクストンですが、2020年はこれが平均で 92.1 マイルにまで落ち込みまして、これまでのようなパワーピッチングが通用しなくなってしまいました。結果5先発で防御率 6.64 と振るわず、8月20日以降は登板すらないままオフに FA となりましたが、ヤンキースとの再契約には至らず、またそもそもオフの進みが悪かったという部分もありますが、オフシーズンが終盤に突入してもなかなか契約が決まらない状態が続いていました。ただそんな状態の中でパクストンのマリナーズ電撃復帰が決まりましたので、本当にですねあの契約に関しては驚きましたし、また再びパクストンがマリナーズで投げてくれるという事実、これには本当に楽しみでした。先ほどもお見せしたように球速が昨年落ち込んでいたのが不安要素であったんですけれども、11月のブルペンでは94マイルぐらい出ていたという明るい話題もありましたので、今シーズンの復活に期待がかかりました。そして球速が戻っているという話は嘘ではなく、スプリングトレーニングでも状態の良さをアピールしてくれました。スプリングトレーニング初登板は3月21日のブルワーズ戦と少し遅くなってしまいましたが、球速は90マイル中盤から後半を記録するなど、かつてのパクストンらしいスピードを出せていましたし、また変化球のキレも非常に良く、スプリングトレーニングながら奪三振ショーを披露。スプリングトレーニングでは2試合の先発で8回3分の1を投げまして1失点、三振は17個を数えまして、これはもうパクストン怪我さえなければ今シーズンすごい1年になるんじゃないかと思った矢先の開幕初先発での大怪我でしたので、まあなんと言いますか、実にマリナーズらしい出来事と言いますか、まあ、野球というのはなかなか思い通りにいかないスポーツですね。パクストンはもともと怪我の多い選手ではありますし、シーズンフルで投げられない想定はチームもしていたでしょうが、まあ、まさか初先発でこうなってしまうとは、まあ、これはさすがに想定していなかったんじゃないでしょうかね。
今回のパクストンの怪我はマリナーズの先発ローテーションに大ダメージを与えました。今季のマリナーズは昨年に引き続き6人の先発ローテーションを組んでいますが、その中でパクストンは中心的な存在になることをチームとしては期待していたでしょうし、パクストンが復活すればあわよくばポストシーズン進出もと思っていたところで開幕早々に離脱してしまいましたので、これは本当に痛い。開幕してローテーションも一巡しましたが、菊池選手や KBO から MLB に復帰したクリス・フレクセンはなかなかのピッチングを開幕初登板で見せてくれましたが、その一方でエースのマルコ・ゴンザレスが開幕から2試合連続で大量失点したり、ジャスティン・ダンは相変わらず先発としての不安定さが残ったままだったりと、ローテーション全体としてはかなり微妙なスタートを切っています。ローテーションを6人にすることで休養日を増やすことによるパフォーマンスの向上、さらには怪我のリスクを減らすことも念頭に置いて6人のローテーションを組んでいましたが、早々に怪我人は出てしまうわ、パフォーマンスも微妙だわと、もちろんまだ一巡ではあるんですけれども、ここまではチームの思惑とは逆方向の結果となってしまいましたね。ただそんなローテの救世主となりうるのが、みんなが昇格を心待ちにしているローガン・ギルバートの存在ですよね。ご存知、マリナーズが誇るトッププロスペクトの一人で、今季中の昇格の可能性が高い選手と言われているこのギルバートですが、パクストンも離脱した今、もしかしたら彼が昇格する日も近いんじゃないか、チームを救う存在になるのではないかと思いましたが、現実はそのようにはいかないようですね。というのも今季はマイナーの開幕が1ヶ月ほど後ろ倒しになっており、そのせいで開幕ロースターに入れなかったギルバートは現状実戦での登板からかなり遠ざかっている状況でして、今から彼の準備を進めたとしてもあと1ヶ月程度は必要なのではと言われています。なのでギルバートの MLB 昇格は早くても5月中旬ぐらいになる見込みで、いずれはチームのローテを救ってくれるかもしれませんが、今救う存在とはちょっとなれなさそうですね。当面はどうにか他のメンバー、例えば先日パクストンが降板した後にロングリリーフしたニック・マルガビチャス、あるいは LJ ニューサムあたりをローテに入れてどうにかこうにか乗り切っていくしかなさそうですが、まあ苦しいですね。いやもうどうするんだって感じです。ということでチームにとって痛すぎるパクストンの離脱ですが、まあ、それ以上と言いますか当たり前のことながら彼にとっても痛い怪我となってしまいました。実力を証明するためのシーズンとして準備を進めてきて、実際とてもいい状態でシーズンに入ったにもかかわらず初登板がこのような結果となってしまって、もしこのままトミー・ジョン手術を受けることになってしまえば今季残りの試合に出ることはできないですし、復帰までに12ヶ月から18ヶ月程度かかることも考えますと、来季の開幕にもちょっと間に合わない可能性が高いですよね。パクストンは来季33歳ともう決して若いとは言えない年齢ですし、去年今年と怪我でろくに投げられなかったことを考えると良い契約ももらえないでしょうから、彼のキャリアにとっても痛手となってしまいました。降板するときにパクストンがかなり落胆した表情を浮かべていましたが、もうあの表情を見てるだけでこっちも辛くなるというか、彼にとっても今季にかける思いがおそらく強かっただけに不幸な怪我となってしまいました。パクストンがこの後手術を選択するかどうかは分かりませんが、彼が一日でも早くグラウンドに戻れることを心から祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。